し、誰が巨大マックスはね。たっくんが巨大マックスならこっちはピカチュウの巨大マックスは。うわー、そしてそしてさらにじゃじゃん、ポケモンカードゲーム VMAX クライマックスだー。わー、ということでなんと4ボックスで4です、ね、あります。分けていいですか、分けちゃおうか。分けよう。ちょっとあれやりたい。じゃーん、じゃーん、お店のやつです。すごい、なんか、はい、今回パッカもさ、なんかレインボーっていうか、うん、輝きがすげーぜ。ね、もう本当にね。で、これさ、10でしょ。そうなの、だから一パック争奪戦じゃないこれ。あ、ちょっと待って、4ボックスあるから、うん、このボックスはトキちゃんが1ボックス、うん、1バック僕、これは俺で、これがハーちゃんみたいな。オッケー、最後だけ争奪戦しよう。いいよ。オッケー、じゃあ、はい、開けるよ。開けてこう。緊張するな。緊張する。緊張するよ。11枚入ってんのこれ。そう、1枠11枚だからね、うん、じゃあ、ちょっと早速。うわー、ダン。いや、待って、これピカピカだよ、これ。うん、基本エネルギーでシンボラー、うん、誰がタッツーやねん。あー、タッツー、誰がタッツーやねん。言わんこ。かわいいイラスト。あ、マスターだって。マスターだ。え、マスターにも似てない。誰がお前、本当だ。ローズ委員長よりお前マスターちょっとでかいじゃん。お前だってお前ローズ委員長これだもん。え、え、私物、私物、びっくりした。あまりにもローズ、ローズ言われるから買ったんよ。でもさ、このローズ委員長さ、ちょっとスマートだからあんま似てない、うん、こっちの方が上がらない。いや、ならこっちって言ってる。ならこっちって言ってる。うん、マスターはさ、マスターはショックだよお前。だってローズ委員長お腹だけだからいいけどさ、マスター全部だもん。これイラストあれじゃない、あとこれで新しくなったね。新しくなってる ね、有名だよね、この食いだめカビゴン。前回のまさに食いだめって感じで寝てる感じが、うんうんうん、今回のしかかりだよね。めっちゃ本当だ。起きてる。あ、ガラルサンダー V だ、うん、これあの雪山のあれ挟んでください。マークね、そう、マークのやつ。 HP450 とか、あ、強っ。続きまして、あアップリューのキャラクターレア。イラストがさ、なんか絵本みたいです、ね、ね、ストーリー性がすごいよね。みんな狙いのカードとかはありますか？あるよ、それ。あ、もちろん。なになに。僕はね、キャラクターレアで鍵って言うとグリーンです。おグリーンのシャワーズとブースターかな。うん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 、なんだけどめっちゃいいよ。やっぱさ、グリーンのさ、こう、うん、イーブイのイメージってやっぱある。うん、あるあるある。だからそれがめちゃくちゃ嬉しかったね。あー、なるほどね。私はね、やっぱり N、 マゼクロムの、うん、N と N、うん、そしてあとはタチサグマのガラルの姿とネズ、うんうん、あー、ネズ両方とも N だ。そう、そしてネズはね、今回、うん、あのトレナーズスーパーレアもあるのでちょっと、うわー、それを狙っていきたい。うわー、ね、ぜひ。うわ、ちょっと待って、そのキャラクターレアのさ、うん、この人ですよ。いや、そうだね、そうだね、この人ね。じゃあ、バトルセンスのリザード。うん、しかもイラスト違いでまた、うん、あんだよね、そのキャラクターレアのダンデータ別に、うんうん、だしね、あのもうトレーナーズのスーパーレアがね、この、うん、ガラル地方のジムリーダーが、うん、勢ぞろい。わかるわかる。やばい、やばいよね。うん、ハーちゃんは、うん、私はね、キャラクタースーパーレアの、うん、パルスワンと、うんうん、ソニア博士がね、一緒に映ってるの、はいはい。なるほど、欲しい。あー、いいね。めちゃくちゃ欲しい。パルさんと、うん、もうあとはとにかく、うん、ピカチュウです。うん、ピカチュウ、うん、そうだね、確かに。お願いします。お願いしますだろ、これはね、今回は本当に私たちの大好きなトレーナーだったりとか、ポケモンがすごくたくさんね、いるから、もう、まあ、みんなの狙いが出ますよね。ね、出ますよ。もう、あげよう。ダメだ、あげよう。はい、じゃあまずは私の見ていきます。タウネスマントチャンピオン。おー、あー、ローズだ。誰がローズ委員長やねん。あー、逆や。ガシアン V。うんうん、うん、あー、ドータくん、かわいい。ミカンドのキャラクターアリアですね。ほんとだ、かわいい。なんかイラストがすごく個性的でいいですね、うん、あ、ドータくん、ドータくん、あー、お、博士の研究。あー、アラナギ博士ですね。アラナギ博士スーパーアリアね、うん、めっちゃいいですね。オレンジだ。あー、そしてゼラオラ V。 かわいい、うん、すごいアローラ地方の冒険を思い出しますね。ね、かわいい。これすげー、これはいいね、うん、ヨノワール。キャラクターレアですね。なんかすごい、これこういうカードも入ってるの。キラ仕様になってるね。すごい、す
ちょっと輝きが違いますね。お、リザードン、あ、これだよ、これ、ね、すごいバトルセンスのね、リザードン、そうよ、イラスト違いで、これ300ダメージ出るから、マックス、すごいね、そうだね、ダンデの枚数だもんね。そして、最後ダッツキラキラのダッツ、ダッツよりもやっぱ、やっぱマスターか、うん、マスターじゃねえお前。あ、タッツーの顔のマスター、むちゃ振りがすげえ。タッツーの顔のマスター以上ですね。いや、いいね、すごいよこれ、スーパーレア2枚じゃん。そうね、うん、スーパーレアとスーパーレア、じゃあちょっとザザーっと見ちゃいますよ、見ましょう、ピカピカのエネルギー、あ、ガラルの仲間たち、さあ、これはエグい、やねえこれ、あ、いい、これいい、めちゃくちゃ素敵なイラストよな、本当に、いいんだよね、いいね、白馬ボドリックス VMAX、 あっ、ヤルユータンのキャラクターレア、かわいい、かわいい、ジーナがいるじゃん、うん、これすごいおしゃれだよね、ねえ、おしゃれ、見てください、これ、あ、これまたイラスト違いの、うん、インテル、うわー、あったー、嬉しい、これやばくね、だってさ、俺が当てたのがザマゼンタとレクーザって運命を感じる、ね、確かに、うん、ね、マスターも当ててるもんな、うん、ね、マスターね、俺にバーッバーッバーッ、じゃあ2ボックス目、わー、じゃあ次たっくんが4パックいいんすか、いいよ、じゃあザードンデートヒネカンデと、ね、本当にそれ、もうそれ、それ本当にそれ、恋欲が終わってる、じゃあ見ていきましょう、おいよっしゃ、アセロラの予感、あー、いいじゃん、素敵すぎね、ミミッキーとめちゃくちゃ相性がいいカードなんだよね、きた、サンダース、あー、よかったね、グリーンがいる、よかったね、かっこよー、無限ダイナ V、 あ、いいね、そしてカラバネロのキャラクターレア、おー、フレア団の幹部じゃないですか、かっこいいね、かっこいい、よっしゃ、バトルセンス、あー、あ、またまた、え、クーザ VMAX、 そしてヤレユータのキャラクターレア、あー、あー、例えば、あ、フラダリさんだ、フラダリだ、ボスのスピレー、ボス、スーパーレア出ました、すごい、ろんなボスでさ、あ、ちょっとちょっと、あ、ねえ、ダックンがさ、そんなの持ってきてるからだよ、そんなのってお前この下りのためにちょっと無限大の V、 キャラクタースーパーレア出ちゃったよ、3枚目で欲しい、俺胸ポッケ用に欲しい、右ポッケ、サポッケ、サポッケ、あんま言わんな、右ポッケ、サポッケ、え、マスターはどこに、いい、じゃあ3ボックス目、はい、3ボックス目、まだまだ出てないカードありますからね、あるよ、ありますよ、じゃあこれは私が4ボックス、まあ、ちょっと、うん、全部負ける、全部負ける、やば、ボックスはダメ、じゃあ3ボックス目見ていきましょう、はい、やった、何、ローズインちょうだい、あー、ローズインちょうだい、かなりね、みんな重宝してる、クロマット V、 なんだ、タッくん、何、レアがいた、レアがいた、何が、マスタータッくん、あー、お前さ、マクオーだー、お前さ、誰がお前メロンの息子やねんって言う、俺誰が白面の翼のお前最初やで、強いってすごい、もうガラル地方のさ、ぽっちゃり四天王の一人みたいになってたよ、タッくん、マクア、ローズ、マスター、マスターだけなんかちゃうんよ、お前マクア、ローズってきて、かっこいいね、うん、かっこいい、ほんとにかっこいいんですよ、マクア、タックとかネタにしちゃダメなんだよ、ジムリーダーなんだ、かっこいい、マクアにめっちゃ失礼やな、マクアに失礼だし、複雑やな、あ、ちょっとチラッて見えちゃったけど、うん、ブイマックス、そしてその後ろにダーンダーンダーン、わあ、ダンデだ、はい、リザードとダンデ、キャラクターレアですね、やばすぎ、かっこよ、誰がダンデやね、うおー、カメラ回してるナザも絵じゃないんよ、頑張ろう頑張ろうマジでかっこいいだけじゃなくてさ、うん、愛を感じるよ、ね、わかるわかる、人影の頃からこうやってやってるよ、多分ね、うん、そうだよね、ザマゼンタ V、 そして私、うん、さあ狙いもう一個ありました、こちらモココのキャラクターレア、これ可愛すぎ、いや、マジで可愛すぎる、ブラッシングしてるのか、いや、鏡姿に映ってるのが、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃいい、そ
そのボココのさブラッシングしてる髪つりをブラッシングしてあげたいよね。そのブラッシングしてるトキちゃんをブラッシングする誰かな。どんどん繋がってくるやつな。うわ来た、やった揃いました。シャワーズですね、キャラクターレアの。うわー、本当だ、いいね。え、イラスト違う、これニーフェア VMAX なんかすごいね、うん、だいぶもうなんかめっちゃ可愛くなってるよね、うん、上目遣いじゃねえか。可愛すぎるね。マーシュが乗っかってるんですよ、でかくなった。ラスト4パック。ラストラストラスト、これ最後の1箱10パックあります。3、1余る、余っちゃいますね。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、なんだ、グー出すからやんだ。じゃんけんぽい。あー、いこぽい。あー、あいこでしょ。なんだ、じゃあなーさんにあいこでしょ言ってもらおう。下決まるかも。なんだそれ。いくよ、あいこでしょ。しょ決まった。じゃあ、ハーちゃんとトキちゃんで。あげ、最初はグー、じゃんけんぽい。確かに。もうこれはね、うん、もう勝者4パックですよ。よっしゃー。じゃあ最後のボックス見ていきましょう。はい、よー、うわ、かっこいい。ここある、ね、あんま、あっ、あレックザ V マックスのキャラクタースーパーレア。やばい、これはやばいよ。これはやばい。すごい、なんかちょっとかわいいね。でもこのレックザ下から煽ってるから。でめっちゃでかいよ、うん、多分、でかいね。見てください、これ。わあ、かわいい斎藤が出た。ファミレーツ、ファミレーツキャラクターレア、キャラクターレア、かわいい。これはかわいい、これはやばいね。ひっそり映ってる、うん、マスター。おーい、誰がお前マスターや。マスター、まあ、という名前ですかね。これでトキちゃんの場所が魔法一品になる。やだよやだよって指さすの、お前。アップリューのキャラクターレア、うん、そして一撃ウラウス VMAX、 そして冒険家の発見のスーパーレア。まさか、まさかすぎる、まさかの。かわいいな、なんか普通のはね結構かっこいい感じがするんだけど、うん、なんか見つけたっていう感じで、なんかはしゃいでる、うん、かわいい感じが。見つけたね、これは、うん、いや、もう素晴らしいね。本当にワクワクした。ね、なんかやっぱりポケモンカードってバトルの要素はもちろん、やっぱイラストとかのコレクター系とかはやっぱり集めたいっていう気持ちをより上昇させるようなボックスだったなって思う。本当にそうだ、揃えたいよね。揃えたい、特に。ということで今回のポケモンカードゲーム VMAX クライマックスの開封がすごかったな、私も上げてみたいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。あ、間違った、ローズ委員長出した。もう誰、もう出さんよ、今日は。自分から出してきたなって思った。なん、バイバーイ。バイバーイ。出した、出した。バケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ポッチャマだったので、ナイトローを選んだ君の勝ち。